はい、ですね、ビッグゲームのサブチャンネルです。いつもご視聴ありがとうございます。今回はですね、こんなのをつけてるんですけれども、ですね、あの細井様が今日来られて、レイクトローリングで使っていたアブ7000番、これをですね全部オーバーホールしてくれってことでね、これから2人でやります。で、僕がこうバラしてるのを見ながら、細井名人がですね同じようにバラして、で最終的に仕上げていくという形のね動画になりますんでね。はい、でこんな感じ、バラしたね部品は全部あった、バラした部品はね全部このトレイの中に入れてね、で、基本ブレーキパーツクリーナーね、これで油分を全部抜きます。で、道具関係はプラスドライバー、マイナスドライバー、あとは、ボンキー系ですね。でスプレーはねベアリングオイル、シマノのオイルね、これはベアリングです。で、グリス、これはですねギアの方につけるグリスね、これはギアグリスなのでベアリングには差しませんこれね。でドラッググリスは、ステラ用のねシマノのグリスでね仕上げます。はい、で、あとですね、そんなとこかな、ここの中で、ブレーキパーツクリーナーちゃとつけながらですね、パーツをやってもいいですしね、あとはティッシュペーパー、これをこうやってここの上にパーツを置いてね、脱脂しても構わないのでね、こんな感じでやります。とりあえずですねこれからやってみたいと思います。よし、じゃあ早速ですね始めます。でこちらのねアブ7000番は、お父さんがね今までね平正のカゴ釣りで使ってたらしいですね、ということなので、まずねここのつまみね、このつまみを緩むんで、これを緩めて、はい、ハンドル側のねカップをね外す、外す。それカメラ越しに見るからやりづらいでしょ。やりづらい。やりづらい。いや、カメラ越しに見てないですよ。もう、こっちから横から見て。これでね外しちゃうの。はい、でその時にね遠心ブレーキのカーラーがくっついてるのね。これね。これね。なくしたんです。でここについてます。でこれはね、キャスティングで投げるときに必要なんで、落とし物でね、要はジギングとかそういうのはねあんまり関係ないんで別になくてもいいです、ね、抜けないけど、抜けるよ。どっちかな、まず噛んでるのと思う。カポッ、抜けた。そうそしたら、スプールコーナーね、もうないよね。あ、これ取っちゃっていいですか。そうそう、これを外さないようにこの中でやった方がいい。あ、これね、うん、でこれ外す。スプールすっごい重いなこれ、スプール。ああちょっと待って、輪ゴム持ってこよう。輪ゴムちゃん、輪ゴムちゃんで糸止めしましょう。糸止めちょっと待って、これでけえな。はい、はい、糸止めちゃんです。これでとりあえず糸止めね。このスプールだけでね押し味がぐらいありますねこれ。確かに超重いっすね。ほっと重い。なんでこんな重いんだろうね。めっちゃ重い。すっごい重いのこれ。鉄？これすごいな。鉄じゃないねこれ。あ、レッドコアだからだ。あ、そうびっくりした。なんでこんな重いと思ったら、レッドコアラインだ。レッドコアが巻いてあったら重いですよ。そう、すっげー重いなと思って。確かにめちゃくちゃ重い。そう、びっくりした今。でこれはこっちでいいですね。はい、これ2つしかなくなっちゃってる。これ、うん、いいんだよ2つで。ちょっと待って、そしたら、はい、ねちっちゃなトレー、あ、これにねそのブレーキカーラー移しちゃう、はい、これにねこのトレーにブレーキカーラーをね移していきましょう、ですで、はい、どっち側からやろうかな。ハンドル周りは結構時間がかかるんで、先にじゃあパーミングカップ側をやりましょう、はい、パーミングカップ側はここにマイナスのネジが入ってるので、はい、プラスかな、どっちだろう。あれ、ここでなんかないんですけど。あ、1個抜けちゃってるってことだね、これ外れちゃって、そう。本当だ、ない、うん、なんだよこれ。こんな感じにですね。え、これってなんかないんすか、代わりのやつ。あ、今、はい、分かんない、どっかに探せばあっかもしれない。うわ、なんだこれ、気づかなかった。え、でもこれホームセンターに売ってるこのネジ。あ、そうなんですか、うん、あのね、これぐらいのちっちゃなサイズのねネジがね、あれなんですよ、あの一緒になってね、セットになって。やべやべやべ、ちょっとやべいっすこれ。何これ、いっちゃいそうっす。でこれを外しますね。うん、
本当はねやりたくないんだよこういうのマジで。お願いしますよ。ぼやいちゃうんだけどさ、もう本当に なんでやりたくないかさ、目が見えねえんだよ。でカップを外しますね。こんな感じ。でもそんな汚くないっすね。うん、汚くないかね、どうなんだろうね。大丈夫だね、うん、外すでしょ。おおおお。で、はい、どのレベルでやるかわかんないんだけど、ここがやるの。ここレベルワインダーとか。レベルワインダーもやりたいですね。レベルワインダーやりたいの、はい、じゃあレベルワインダーのバラし方は、まずここのマイナスドライバーでここをカチッと回します。いいよ、それそっちで大丈夫。これで、うん、でこれをね取っちゃうのね。回す、うん、回すと、そう、それを取って、で、コンコンってやると中にね案内板のこれが入ってるの。これ、はい、これを抜いちゃう。そうするとレベルワインダーガラガラになる。こうやって、おー、はい、OK、はい、OK、 そしたらそれズルズルなんでしょ。そしたら今度これを前にこうやって外す。逆、そうで、これで外してこれを引っこ抜く。こうやってそれでバラバラ。おお、こんな感じ。これはつけたままでいいんだ。これ取っちゃってもいいよ。これも抜けるの、うん、ん、オッケー。で、要はここを今度じゃあ掃除するのどうするのって言ったら、ここの辺の、そう、グリス周りを全部きれいにして、で最後組み込んでいくって感じ、うん、でここもやんなきゃダメかな。これね、これシーワッシャーついてるんで、うん、やりたくねえな。これやりたくないやつ、ピーンって飛んでどっか行っちゃうと終わっちゃうんだよね。あ、終わっちゃう。だからこれこのまんま直で綺麗にしてブレーキパーツクリーナー直綺麗にして組んじゃえば大丈夫。そうしましょう。でこれブロンズブッシュ、ベアリングがこれ入ってないんで、はい、このベアリングの洗浄もしなくていいです。これそう、まあやるんだったらこっち側をこうやって外していくと、まあ、これもね特殊なね、こう先っぽが細いやつのクリップで止まってるんで、わかるよこれ。俺ないっすよ。 あったこれか。ここに入れてキュッてやるとパチンと取れる、うん、あれで止まってんの。でもねベアリングじゃないからやらなくていいと思う、うん、やらなくていい、うん、よし、やらない、うん、やらない方向にしましょう、うん、とりあえずここの先端は後で油注油だけしてね、ここはね、そうしよう、油注油だけして、まずこれをね、この滑車を、ちょっと待ってやっていきましょう。そしたらねブレーキパーツクリーナー出動で先っぽつけた方がいいかもしれない。先っぽをつけて、でシュッシュと、よし、こんな感じにね先端のノズルをね細くした方がやりやすいんだよ。はい、はい、そうこれで、ティッシュペーパー、持ちながら、うん、結構ねシャーって垂れるんで、これでですね少しね飛び跳ねてもいいようにですね。こっちの方が汚いな。うん、汚いよね。うん、でももともとこういうグリスの色してるやつあるからね。うん、これで洗浄直で洗浄しますかって。これはでね、ジャーってやるとその T シャツもう油で真っ黒になっちゃうから、うん、少しずつちょっちょっちょでいいから、ね。これ前ある。これね。そう。この前ある油を取るわけですよね。そう。グリスを取って新しいグリスを入れるって感じ。ここだけでいいんですか？そう、ここに、ここには、そう、ここの。ここ、あ、でもあんまりグリス薄いんだね、うん、うん、ある程度取れればいいよ。でここにこうやって傾けてると汚いやつみんな飲めるでしょ。あ、なるほど。あ、もうかけるだけで結構取れるんですね。そう溶かしちゃうからねグリスとか油をね。おーおーおー、すごいこうでしょ。これがこんだけ汚い油が取れるってことだね。わ、超綺麗な。そうこっちはいいんですか？そこもやってもいいよ別に。後で油させいだけの話だから好きなだけやっていいよ。もっとねジャーッと軽快に行きたいんですけど、本当にね跳ね返り半端ないんであえてやめときます。とりあえずね、すごいこの程度でいいですか？うん、シャーッと、ほらシャーッとすごい丸の人たち、ほらシャーみたいなね。これでちょっと待って、とりあえずですね、本当だ、すごいでしょ。ここにこっちにゴミを捨ててください。でこれ何回かね、もう一回、一回じゃダメなんで、綺麗にね。なんかすごい、ここすごい汚くなってる。そうあ、大丈夫だよ。あ、なんだこれは挑戦状か、うん、
わ。とりあえずこの中をきれいにすればいいわけですね。そうそう。あ、俺これネジが1個なかったところからなんか水が入ったりしてるんだな。そこの周りが大丈夫だよ。そこの周りが汚れてる。うん、危ない危ない危ない。カメラが。でこんな感じになったよね。OK。こんなんでいいですよもう。どれぐらいですか。シャーっとほら。うん、十分でしょ。こんだけ軽いタッチで回るの。もうバックレッシュ全開になるから気をつけてね。でよく拭いたらですね、ここに今度、ね、ここに今度ですね、あれを刺すわけですね、グリスをね。ちょっとねカメラ汚れちゃったから一回掃除しよう。すごいすごい。ね、できたね。そしたらですね、グリスと今度ねオイルっていうのはまた違くて、でここのシャフト、センターシャフトね、このセンターシャフトに対してギアが刺さってるわけだね。わ、はい、かる、はい、ここのシャフト、センターシャフトがボディが出てて、ここのギアにカポッと回ってるわけですね。だからここのセンターシャフト沿いは基本的にはオイルになります。オイルって感じです。ここね、はい、ここはオイル、はい、であとここもオイル、この辺もオイル、はい、はい、で、あとはですね、ここのギアね、これは結構かついた、大丈夫です、つけすぎた。ここがこうやってて、こうやって重なるわけね、こうやってね、はい、こういう感じに、こういう風な感じでつながるギアなので、はい、ここは基本的にはグリスになります。グリス、これあれなんだね、アルミなんだね、これ。うーん、これですか、うん、あ、これあれじゃん、これアルミだよね、ほら。あ、一緒っす、ね、これさ、ほら5000番台とか6000番台はさ、うん、みんなあのセラミックなんだよね。あ、そうなんですか。そう、まあ、こんな感じでいいですよ。これでね、少しこうやっ ってよくなじます。でね、このね、ガスが入っているグリスに関しては時間が経つと粘度が出てきます。だから最初シュ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 ってこう吹いた時には言うほど粘度が出ないんですけど、これが時間をかけてなじます、ね、うん、固まっていくんで、少しね、あの組み付けるあれはね、一回こうやってやって時間を置いてグリスがよく馴染んでからやった方がいいですね。うん、こんな感じです。このこっちはいいですか、こっちのギアは。うん、これはね、ちょっと待って、うん、こっちもやっといた方がいいね。でこっちにグリスつけてもいいんだよね。ああ、そういうことか。そう、こっちにグリスつけちゃうとボディにベターってなっちゃうから、うん、基本自分やんないんですよね。こっち側のスプールの方につけてやる感じですね。ってことでですね、これでとりあえず一旦ね、カップ側は終了。終了、うん、終了。で、あとは今度レベルワインドのこれをね、同じようにですね、古いグリスを全部、パーツクリーナーでね、飛ばしていきます。こういう感じに、これも、そう、本当はね、あとはパーツクリーナーを何かに溜めちゃう、入れ物に、でその中にこれ漬け込んじゃう、それでもいいね。ただそれがね、今ちょうどないんで、とりあえずこれでよく、これはかければ流れちゃうんですね。 ほぼ流れちゃう。 こっち側のリールのが比較的綺麗です。で、ここの一番の肝になるのはこの白いカーラー、これがあるんだけど、はい、ここのカーラー、このカーラーの中をこうやって回るの。おお。だからここの接点、この接点の古いグリスを抜かないと基本的にあんまり意味がないのね。どっちのってことですか。ここがボディと固定されて、こういう感じで回るわけ。おお、はい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 。だから結局この中がね、ここの中のが、だからこの表もそうなんだけど、ここの中のグリスがしっかり抜けないと回転のフィーリングが上がらないわけですね。なるほど。じゃ、ここ重点的に、そう、ここのところちゃんとね、これ結構ね忘れがちの人多いんでね、覚えておいたいですね。こんな感じでいいと思います。でもこれね、黄色くなってるのはね、もうある程度経年劣化してるので色がついちゃってるだけだと思います。こんな感じです。 OK でしょうか。はい、こんな感じね、うん、で、あとは、次はですね、今度、okay. この切ったね、この中ですね、切ったね中、これ これもね、これもこれ外れるんだけど、まあ、くっついたままなんで、そのままでいいですね。うん、でこれも同じように、中の切ったねグリスをね、これを洗ってきます。はい、
でジャーってやると本当にねえらいことになるんで、ちょっと綺麗です、こっちは綺麗だから、まあ、大体よし。で基本的にですね、こういうあのオーバーホールもどきっていうのはあの自己責任でやってくださいね。どうしてもねやっぱりこうメーカーさんにね本来はやってもらった方がいいと思います。ただある程度ね簡単なメンテナンスに関してやれるようにしといた方がいいんだけど、結局パーツがダメになっちゃったら結局パーツって交換しない限りはリール復活しませんから、だから自分たちでできるっていうのはオイルを新しくする、グリスを新しくするレベルなんで、基本的にはオーバーホールといってもグリスアップでしかないんで。なるほどね、うん、だからある程度例えばゴリゴリ感とかザリザリ感が出たリールを直すっていうのはもうパーツを交換しないと基本的には直りませんので、だからそのパーツを、うん、パーツを結局ね交換するってことはやっぱメーカーに出さないと新しいパーツないですからね。古いリール特有のこの黄色いねコークリス、これはあの劣化してしまってこうなってるんじゃなくて、もともとねペンリールとかあるのね純正のグリスがねこういうの多いんですよね。そうで一応ここの接点の中もね今入れましたので、これでいいと思います。とりあえず OK ですね。さらこれを今度こうやって組むわけですね。でちゃんとこう回るかどうかね確認してください。こういう感じに OKOK、 うん、で、今度はですね、あとですねこのピン、ピンこれね、これかこの虫ピンみたいな、これをこのグリスもまた綺麗にねブレーキパーツクリーナーで洗います。昨日さ、うん、またまさ、はい、なんか高校の同級生からさ、はいはいはい、なんかメッセージが入ったの、はい、でそんなこんなで、あそういえばみんなあれかな生きてんのかなと思って、はい、ちょっと数人にメールしました、はい、生きてんのって言ったら、はい、バリバリ生きてるらしいですみんな特に問題ないと何人か死んでるな、いや死んでる可能性があるかなと思ったんだよねなぜかというと東日本大震災絡みの時に1回結構あったんですけど、はい、それからもう10年経って、はい、もうほとんど音信不通なので、はいはいはい、やってみたらですね生きてましたみんな。意外と生きてるんだ、うん、この中ね、あこの中ですか、うん、そうそう意外と生きてましたね、うん、これでとりあえずね OK。 あとはこの辺のねフレーム周り汚いところね、ここも汚い、一応掃除しておきましょう。でこのねアブに関しては結構ね負荷のかかるね、釣り、例えば P ラインを使ってライを釣ったりとかね、そういう釣りするとこのフレーム自体がね歪むんだよね。で俺一回ね自分のリールフレーム乗せ替えてるんだけど、結構だからねガチガチのねテンションでやる釣りの時は気をつけた方がいいですね。決してね強いリールではないので、うん、飲むんですか、クラシカルなリールですからね、風情ですね、はい、いいか、うん、であとはもうフレーム周りにねこう付着したグリス関係汚いやつをね綺麗にまたパーツクリーナーでね、あのティッシュペーパーにつけて、ティッシュペーパーにつけて、ティッシュペーパーにくっつけて、これをシュッシュって、あそれで拭くんですか、そうそう拭いちゃった方がいい、これにね、うん、拭きつけてこんな感じですね、拭くと、うん、あなんかね、よく綺麗とね、あ綺麗になる、そうそうそう、でねあのもうねこの辺のリールまでですよ自分たちでオーバーホールできるのは、でねもう精密なねスピニングリールとかもうね最近のリールはね3段はいいマジで高くつく後でだいたいねネジが1個なかったの滑ったのつって最後結局メーカーにオーバーホール出さなきゃいけないですからね。はいこんな感じですね。でアップのねフレームはねここがねこういう形してるのね、こっち側がで、これが
丸なのこっち側ね。これ何か言いたいかというとですね、こういうことですね。これがこうやってつく、だからここの部分がこうやってここの穴です。要はこっち側からこうやって入るってことね。これは向きがあるってことですね。うん、向きがあるこういう感じ。カカカカカね。ここもやってるっすよね。うん、その辺も綺麗にね、せっかくだから。うん、あでもこれは動きにはあんまり影響しない。関係ないよそこはもう全然。あ関係ない。それは汚い汚れを取る。汚れを取るだけ。はい、じゃあこれ OK。OK。そしたら、次はですね、はい、この、レベルバインドこれにこれ刺しますパコッと。誰ちゃん？あどうも。はいすいません。あその辺置いといて。谷山商事ね、はい、こういう感じにこうセットします OK。 こんな感じにセット、はい、そしたら丸い方からこれを入れます。こうやってやってこういう感じ。そうそう、そうするとここの形状とこれがピタッとこう合うの。こうやってやってね。でこの時に一緒にレベルワインドのこれを入れます。一回ねこれをこういう感じに入れて、なるほど、ね、入れてで向きが、うん、こうか。そうそうそう。でここの溝、ここの溝に、ここの溝にレベルワインドの頭がこうやって入るように。おお、はいはいはい。するわけですね。でこういう感じ。こうしてこうか。この溝ね。そうそうそう。こういう感じ。そう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 。それでグッと。グッと。そうするとカポッとはまるところがある。あ、こういうこと。入った？入りました。そしたら今度ここをロックします。この間のこれでね、この板バネ。これね向き正直どっちでもいいです。下からこうでもここ上につけちゃっても、あこれも汚い、これも取っとこう。汚いですよこれ、うん、ちょっと洗っておくと、うん、でこうでもいいし逆でもいいです。こっち側でもどっちでもいい。これはね正直どっちでもいいようにできているのでね、自分いつもねこうやって下にこうやってやる方がやりやすいのでこういう感じにしますね。で OK です。最初こっちから入れるのか。うん、どっちでもいいよ。グッと押して、そう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 。あ、こういうことか。そう、これでもう抜けないのね。あ、なるほど。これで OK。抜けなくなる。これで OK。OK。OK。しゃー。で、次はですね、今度もうね、全部組んだ後にグリス入れていくので、案内板のこれを、このちっちゃい虫みたいなこれを入れちゃいます。ここに、パチョッと。どっちが、あ、そういうこと。とんがってる方の中に入れちゃう。これは、向きはこれか、うん、そのまま入れちゃっていい。そうすると、ギアにはまるとスポッと入るから。あ、入った。はい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 。そう、そしたらもう蓋しちゃいます、これを。ね、この蓋。これだ。この蓋を、そう、しちゃう、こうやって。おお。味付けのこれ端っこだと。で、こうやってここのね、連動してるギアを動かして、こうやってレベルワインドが回ってれば、確実にこのピンの中にさっきの虫ピンみたいなのが入ってますんで、これ動いたのを確認してからここ本締めね。あ、こういうこと。そう、回ってない時があるの、はい、ちゃんと入ってない時、はい、その時にここの蓋をガリッてやっちゃうと、はい、さっきのピンの爪が折れちゃうのよ。なるほど、これ動いてるから。そう、動いてるのを確認してここをキュッと締めていく。こういう感じね。はい、はい、OK。 こういう感じです。これ締める、うん、グッと。うん、そしたらですね次は、はい、ここのギアの部分はグリスで、ここの接点はオイルです。基本的にね、ここもだから、まずここの隙間からチュッとさっきのね白い、ここのね白い、ここの今こことここの接点、んー、ここにオイル。なんかすか。そうそうそう、これは結局プラスチックの白いカーラーとこのギアが摩擦を起こさないためにこの端っこに油を入れてあげる、ね、でシャーっとこうやってシャーシャーシャー。ここも。そう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 。こっち中からか。中からでいい。ちょでいいよ、ちょで。あんまり入れすぎても。こっちは。そっちも。こっちもない。ここもプラスチックなんだけど、うんうん。そう。こんなもんで。でそうするともうシャフト自体が完全に回るんで、さっきより周りがさらに浮かんでる、こうやって。もっと馴染んでくるとシャー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 ってなってくるんで、ね、違うでしょ。そしたら今度ここにレベルワインドにグリスを入れていきます。こういう感じ。
たっぷりぎゅで、これね激しく動かさない、ゆっくりでいいんで、ゆっくりこうやって回しながら、全体に行くようになじませます。こういう感じね。これで、で手で軽くちょ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 っと回しながら全体的に行くように。でこれはね、さっき言ったみたいに炭酸ガスが入ったグリスというのは時間がかかって粘土が出てくるので、このまま放置しておけば勝手に今度しっかりとパーツにグリスがつくわけですね。よろしいでしょうかね。こんなもんで、うん、ほい、はい、そしたらですね、今度は、このカップをね、このカップ自体を、はめていきます。こういう感じかな。でこの時に、ここのギアとこのちっちゃなギアが連動するので、どっちかにグリスが入ってればいいんだね。要はこっちのグリスにギアが入っ、あのグリスに入ってるから、このままつけちゃって OK、はい、こういう感じですね。であとはここのね3つのネジをこれで止めていけばいいですね。あ、こういうこと。そう、簡単だよね。2つのネジしかねえですよ。うん、どこ行ったんだろう。それね、多分ね、探せばあるよ。俺そのネジね、まあ、多分ねまとまってあるかもしれない。ちょっと待ってみたい。今お店にあります。あるかもしれない。シャトだ。ね、確か1個ね、はい、850円だったと思う。そんなに笑おもつかむ。結構高いやつなんですね。そう、いやでもこれあれですね、なんか850円でもここ欲しいっすよね。そうでしょ、うん、だから人ってそういうもんなんだよねよし、これでカップ側が終了ですね。こういう感じです。でここにつけるグリスに関しては、今度スプールのこっち側、ここのところにねグリスを入れていくので、いいと思います。とりあえずね、これはね、このままバラさないで、このままね、あとはグリスをきれいに洗い流しましょう。あんま強く締めない方がいいの、うん、よし、できた。よし、okay、こんな感じ、うん、これでとりあえず、カップが終了。カップが終了、はい。で次はですね、今度スプールのここの黄色くなったこれを、これ、まあ、落とせるだけ落とす。これね、うん、はい、跳ねるんだよ。跳ねてね、 T シャツがね、うん、いつしかもうね汚くなっちゃうんだよ。だからやりたくない。あとここは拭くだけでいいですかね。 OK、 こんな感じですね。綺麗に拭いて、はい。そしたらですね、ここに、先ほどね言ってたグリスを、はい、ちょっと待って、グリスを刺します。グリス、うん、OK、でこれを、まあ、ちょっと軽くね指でこうやってやって、ギアの刃にね入るように、こんな感じ。これで OK です、ね、これでスプール OK。 はい、これでとりあえずスプールとカップ部分が終了になりました。はい、ということで次はですね、いよいよですね、本番です。本番の、ハンドル側ねやりたいと思います。ここから本番です。から結構大変です。マジで、これ今のは序の口だから。マジっすか。そう、あ、これね、こんなかっすか。こう今のこの今までやったレベルって釣り場でやるぐらいのレベルです。ああ、なるほど。そう、これからは家に帰ってやんないとできないから、ね、そう。これはね、さすがにね、ちょっとねバラせないんですよ、怖くって。あ、そんなに難しい構造じゃない、大丈夫です。まあ、本当、あのちょちょいのちょいでできます。ちょいのちょいで。そう、まずハンドルのこのリテーナーカバー、これをね、これを取ります。で、はい、要はここのマイナスのネジを取って、ロックナットのこのねプレートですね、これを外したんです。こういう感じね、うん、はい、どうぞ。で次はですね、ハンドルのこのネジを取ります。こうやってね、こんな感じでますね。あー、シーバッシャ入ってますね。これとりあえずシーバッシャ抜かなきゃいけないんで、なくさないようにね。これシーバッシャね、取るときは、これあれだ、有名な人取れないね。いや、曲がんねえ。これまず取るの、これ
あれ？あ、取れましたね、うん、で、これをで、このシーワッシャーをそう、それを軽くちょっとやると怖っ逆じゃないのそれそうですよ、大丈夫です大丈夫、うん、このシーワッシャーを取らなきゃいけないんだけど、ちょっとね、ちっちゃなドライバーちびどなちっちゃなドライバーじゃあドライバーがないかな。ちっちゃなドライバーです。これですね。これでとりあえず取らなきゃいけないわけなんだけども、ちょっとこれですか。そうそうそう。それを取るのに飛ばしちゃうんだよ。飛ばしちゃうんですよこれ。飛ばしちゃう。で、これで怖っ。飛びそう確かに。指で。外すときよりもね、これ入れるときの方が大変なんだよ。これね、これです。これがなくなっちゃうとダメなのよ。だからこれをね、今度入れるときが大変なの。入れるときにパチンと飛ばしちゃうんで、これをまずここのね、こっちに入れておきます。はい。これ、ちょっとカメラ関係なく頑張ろう。ね、こういう感じですね。あとは順番ですね、バラしていきます。こういう感じね。うん、上からこうやって取らなきゃいけない。ここ突き刺すんですか。そう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 。そこのシャフトとこれ隙間でしょ。そう。そこそれをグイッグイッ。気をつけてて。この入れてパチッと取るの。これか。入んですよ。入んだよ。できない？あ、その時ピンピン飛ばないように。怖っ。よいしょ。これをプチッ。外れない。あ、外れそう。外していくか。ちょっと待ってください。あ、あ、外れた外れた。じゃあもうなくさないでここに取るのに。ね、そう、はい、そしたらあとはもう、順番ずつまずハンドル取っちゃって、ハンドルこれ取る、ハンドル取ります。カコカコ取れない、取れないわけないな。あれあれ固まってるね。なんで固着しちゃってですか。固着してるね。ですよね、なんかね。固着してる。固着してる。固着してます。ちょっと、そしたらマイナスでガキっていっちゃいましょうか。してみて。なんでこんなとこ固着するんだろう。こっちが海で使ってたんじゃないの？ん？本当はね、こういう感じになってるので、トラブル、ここはね、なんかね、固着してる。よよ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 よ、動きます？動かない。よよ、クリーナー誰かの一回切りにしたらいけますか。いや、ちょっと待って、一回止めよう。はい、ね、外れました。結局ですね、塩による腐食ですね。だから前ね、使ってた塩、これヤフオクで買ったらしいんですけど、前使ってた塩がね、塩でね、結局腐食になってますね。でもね、致命的に腐ってないんで、まだなんとかなりますということでね、これを今度またね、バラしていきます。一回軽くバラしたら、こっちが本当はこっちだったのかもしれないですね。あ、そうかもしれない。これだけこうなんかあったのかもしれない、うん、まあいいや、よし取れた。そしたら、もうとりあえずね、バラしていきます。これを今度これで、うん、これで今度これもこれも外して、でこういう感じに全部くる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 って外れるもの全部外していく。いい、うん、
食がすごい。これいいっすかね、いっちゃって、これ、うんうん、そのままね、そのままグイ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 、もうしょうがないですか、これはグイグイ行くしかない、うん、行くしかない。これは綺麗に違いがあるな。これネジがさ、あのダメになっちゃってるわけじゃないから、塩が詰まってるだけだから、はい、一回こうやって取っちゃえば綺麗になっちゃうのよ。おしょ、いったか。あとでこれまた綺麗に掃除したら大丈夫。外れた？外れました。オッケー。そしたらですね、次は、このタイプはね、ここのネジ、このネジを2つ外します。うん、でね。キュッと。キュッと、はい。うん、外す。でベイトリールのハンドル側のカップを外すときは、この蓋を開けた瞬間にバネピョーンっていうケースがあるものが結構多いので、上蓋を外すときは非常に慎重にやらなきゃダメですね。これ、はい、これ外すとピョーンってバネが飛ぶことがあるの、はい、だから必ず、これはそのままでいいですか、これ、いい、あ、これゆっくりそーっと外す。おー、OK、でとりあえず置いてしまって、で裏側になんかパーツとかないかなっていうのをよく確認しといてください、こういう感じね、うん、で特に問題なければこっち側をね、前と同じようにあのブレーキパーツクリーナーで洗浄します。で、これがね、今度ね、ここがそうなのね、これでね、そう、これがあの板羽式のね、ちょうどここのギアにこう入りながら、ここでこうハンドルロック、ハンドルロックになるのかな。なるほど。こっちは回る方はこういう感じに平気なんだけど、逆転した時にカコッカコッってこうやってハンドル、なんかそう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 、こういうことだ、そういうことなんですね。これが結局ないともうハンドル逆転失敗になっちゃう。ああ、これ重要ですね、これ。そうで、今のリールはこれプラスインフィニット、要はあのハンドル逆転ストッパーっていうベアリング系のストッパーがついてるわけだよね、はい、だからダブルでやってるってことね。でとりあえずこれはちょっと置いとい て、まずカップ側の簡単な方からね仕上げちゃいましょうね。まあ、さっきと同じように、ある程度ですね、汚いグリスを全部綺麗にねしていきます。これカーラーだね、プラスティックカーラー、これが外れました。でだいたいここのねハンドル側の、オーバーホールを始めると、だいたい皆さんですね、あのパーツの順番、パーツの組み立ての順番が分かんなくなって、結果的にですね組めませんでしたってことになる人が多いんですね。ね、このプラスチック取っちゃっていいですか？うん、取っちゃっていい。それで結局ね、バラすときはね、もう順番にね、順番にバラすようにしてあげればいいですね。バラしたパーツを順番ずつ置いていくっていうね。なるほど。汚な。まあとりあえず、グリスが汚い油が取れればいいですね。あとはまた仕上げの時に綺麗に拭きますので、こんな感じ、とりあえずカップ終了、ね、あとはこの辺のちっちゃなパーツも、これはあれだね、どっか隙間が、ここにちょびっと隙間がね、ちょこっと、よし、いやいや、あ、ここに入るんだ、ここにね、ここにこのね溝、この出っ張りがここの溝にね入るようになります。こうやってって。だからね、向きがあるってことね、逆だね、前からやなきゃダメだし、こういう感じですね、前から入れて中には入らない、だからこのカーラー自体は外側から入れる感じね。あ、これか。そう、出っ張りが、ここに、ね、ここにあるんで、外側から、これで組んでおくわけですね。あ、こういうこと。うん。
で、あとはまあこの辺のね、サビとか。綺麗にあれですよね。やった方がいいですよね。まあ落ちないと思うけどね、言うほど。あ、そうなんですか。うん、落ちればいいけど。あ、でもこれはステンレスだからね、落ちるね。あのハンドルの青サビがこっちに映っただけなんで。サビがすごいな、これ、うん、とりあえずこれはこれで OK。 全然綺麗にならない、これ。 あんまり大丈夫よ、それ。こんなもんでいいか。特に影響ないから。一通りこれ綺麗にするんですね。うん、一通り綺麗にしようと。特にね、塩をこれ噛んでるから、このギアの中ね、ギアの中によく拭いて、こんな感じですね。なね、まあ、とりあえずこれはこっちにずらしておこう。ドラグもやるんでしょ、これ。ドラグそこバランスですか。ドラグもやるんでしょ、できるとこまで。やるんだったらそもやるけど、はい、やった方がいいね、せっかくだからね。やっちゃいましょう、ね、よし。じゃあとりあえずですね、これをねやります、こういう感じに。でもうここはこのまんまの状態でブレーキパーツクリーナーで拭きましょう、ね、拭いてグリスを抜いちゃう。であとはメインはこのギアの中に入っているドライブギアを、やるとね。ピニオンとかこの辺はもうこのまんま、このまんまの状態でグリース洗い流します。今日はね、本当あれなんですよ、9月最終日でしょ、うん、だからもう綺麗な綺麗なあのあれでフィニッシュ迎えたいなと思ったけど、もう油まみれですよ。これはね、これ抜いちゃっていいですか。スポット抜いちゃう。これじゃなくて、これこのまんま、このまんま。ああ、そういうことですか。そうで、ここのユニットはこのユニットのままばらさないで、こうやって傾けてグリスを抜いちゃう、うん、シュッと、これね、ばらすとめんどくせんだよ、また組むのが。いや、これ組めなそうっす。あ、あ、ピニオンでしょ、うん、ピニオン、うん、それいいよ。これは抜いちゃってもいい、抜いちゃってもいい。これをね、一つ一つばらしたところで、あまり変わらないです、正直なところ。ばらしてもばらさなくてもね、ここに関しては基本あんま変わらないので。だいぶ綺麗。あ、すごい綺麗になる。すごい綺麗でしょ。はい、そう。ビチャビチャっす、これ、うん、おお。で、これ基本的にですね、ビッグゲームはリールのオーバーホール受け付けてませんからね。よくねお客さんからすごい問い合わせがあるんですよ。すいません、店長のところってリールのオーバーホールやってくれないんですかってよくね質問が来るんですけど、やりません。もうね、めんどくさいから嫌ということで、今回ねこのアブのねこの簡単なリールだったんでやりましたけども、基本的に海のリールとかは一切やりません。メーカー出しますね。結局ね、なんでやらないかというと、これでね部品なくしちゃったの、滑ったのこべったのってなった時にね、結局うちがね損するんですよ最後。もともとついてたパーツがなくなったっていうことをね、お客さんの方に請求できないですよね。で結局はそのちょっとした、不手際によってですね、パーツがなくなって、結局それを新品パーツを取り寄せてっつって、昔ね結構ねあったんです、そういうのが。それからねもう一切やらないですね。とりあえずこんな感じに綺麗にグリスが抜けました。抜けましたので、これで終了。ここはね、
で後でまた組むときにグリスとオイルを入れてきます。これでとりあえず終了です。終了、はい、これを置いといてください。はい、次です。次はですね、いよいよメインの、ドラグ周りね、こことまずピニオンギア先にね、ピニオンギア、このちっちゃなギアと、あ、これさっきやりました、うん、これと、あとはこれね、これをOK、こんな感じね、これを入れとく、うん、入れといちゃって、あとこれね、これはね、ここの銅のここの真鍮のこれで、ね、ここのギアをこうやって挟むわけ、こうやってやって構造上、ね、で劣化が激しいとこのね真鍮のこの押さえる板が板バネがね折れちゃうのよ。そうすると結局はダメなんだね、使えなくなっちゃうから。ただこれはもう消耗品なんで。これですか。そう、ある程度ね年数経ったやつは結構ねダメになることが多いんで、ただいくらもするねパーツではないですからね、100円200円ぐらいで済むと思うので。ただ古い機種はねもうねパーツがない可能性もあるので、それだけ気をつけたらです。だからもうね結構絶版になっちゃってるリールなんかは消耗パーツとしてね、こういうところをね部品で改めて取っておいてもいいかもしれないですね。あらかじめね消耗パーツとして持っとくのもいいかもしれない。よし、これで、うん、これをここに押すか、向きが、うん、どっちもいいよ、後で組むから。うん、オッケー。そしたら次はですね、ドラグをね、いよいよドラグをバレします。で、レバードラグと、スタードラグの大きな違いは何ですかってよくお客さんに聞かれるんですけど、まずですね、ついでなんでね、キャプチャーとかあとは、その他もろもろレバードラグね、ここでやるやつね、ギッてやるやつはね、結局スプール、スプールの両サイド、ここの部分にブレーキシューが直接当たります。こうやってグッとここでドラグがかかるんだよね。でそれに対してこういうスタードラッグ系のリールっていうのはギアとスプールが単純な話こうやって連動してるんですけど、ギアの逆転を制御する、要はここから圧力をグイ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 かけてって、ギアの逆転をに抵抗をかけることでブレーキになりますね。あとはねちょっと調べてください、いろいろ言葉で説明するのは限界です。ということで、これからですねこれのこれをバラしていきますね。まず取れるものを全部外していきます。でこの時に要注意なのが、はい、順番ずつやってください。だからこれ一回ちょっとこっち側に出しちゃって、余計なの、ね、うん、余計に出しちゃって、でここに順番ずつ並べていきます。よろしいでしょうかね。まずこのパーツがついたのでこれを右からこうやって置いていきます。これそう、こうそう。で次薄いワッシャーが出てきました。これをここ、こう、はい。で今度また薄いワッシャーがこれだ。そう、向きもそのまんますね。そう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 。でこうそう出てきます。はい、感じね。はい、で次またここを、これからが、あ、これもなんだ。そう、その中にカーボンワッシャー、これがドラグのワッシャーになります。これね、でこれはこうやってね、そう、鉄板とカーボンワッシャー、これとこれだ。そう、カーボンワッシャーね。おお、これね。よいしょ、これもこう。そう。で、今度はね。これも外すんですか？一回外さないと取れない。次は。これを外す。外すんだけど、それは持っといて置いちゃダメよ。ここ、こうでしょ？で、この中を。こう、こう。こうこうね、こうこうで、ちょっと待って、一回全部これ外すだけ外しちゃう。これね、もうね、古いからさ、これでさ、ちょっとドライバーをさ、はい、入れるとね、パキってね、カーボンワッシャー割れちゃうことなんですよ。これね、怖いんで、画鋲でやりましょう。出てきた。
こうこうでこうこうなるわけだな。よろしいでしょうか、うん、はい、これもこれを取るときは、これを取るときはここから、うわ、あ、全部取れたから、これを順番ずつ並べてて、これがこう で、 そうで、はい、次こっち、次こっち行って、はい、はい、そうこれ1枚ね、そうそうそう、はい、1枚、はい、でそれを置い て、 置いて、でドライブギア、これがこうだ、ドライブギア、でドライブギアの下に薄いワッシャーがこれ入ってるでしょ。おー、はいはいはい、それも外す、あれ外れてないね、あれなかった、あ、外れる、ここにね1枚ね、はい、ドライブワッシャーが入ってるんですよ。あ、これそう、外れない時はこれガビを、はい、ということでね、こんな感じになるわけですね。今度これを外れないでしょ、ガビをやったわけでしょ、そうそうそう、でこれを今度ですね、掃除しながら、これ向き的には OK、 そのままで、どっちでもいいでしょ、 こう向きだったんですよね、そう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 、こことはこうだ、そうそうそう、こうですよね、そう、そういうこと、そういうことです。でこれは外すですか、それ外さなくていい、外さない、うん、こう、もう、もうこれ、なるほど、もう一体型なんで、あ、であとはこれをやるんだけど、これね、まず根本的に、はい、これドラッググリスじゃない、はい、オイルが入っちゃってる、はい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 、だからもともと使ってる人がリールオイル入れちゃってる。あ、でドラッググリスっていうのは、ドラッググリスっていうのは基本的にねこういうものなんですよ、こういうやつ、あーペースト状のこういうの、はい、でこれをね見る限りもうねオイルが入っちゃってるね、リールのベアリングオイル、だからドラッグが効いてないってこと、ドラッグがもう効かない状態になっちゃってる。で今度これを、掃除していきます。で掃除した後に組んでもいいし、掃除しながら組んでもいいです。ただもうね分かりやすい、もう僕は全部分かるんですけど、あの基本的に分からない人はね、まずこれをこうやって持ちながらグリスをこうやって洗い流してます。こうやってね綺麗に洗い流す、うん、洗い流して、この洗い流したものに対して次々に洗浄したパーツを組み込んでいく。あ、なるほど、うん、そうすればね順番間違いないんで、ここでね大体皆さんですね、ドツボにはまってしまうので、ね、こういう感じになります。はい、これできましたね。オッケー、この中のシャフトの中もやった、この中やってんです、うん、すっごい汚れてるんだな、この金属のなんか粉みたい、鉄粉が、うん、OK、これでこう立てて、うん、でワッシャー1枚交換する、これをこれ今パーツクリーナーで洗浄したんだけど、これを組みながら、はい、ここにこうやってやってね、組みながらやっていく。でその時に、これをちょびっと、ドラッググリスを本当にちょびっとちょびっと指にこうやってなじませながら、こうやってやってこういう感じね、こんな感じです、この程度でですかね。でこれをここに乗っけてきます、こうやってやってこういう感じね。で次は今度これに、このドライブギアね、ドライブギア自体を今度入れてきます。これをちょっとつける、そう、本当にちょっとでいいかな、それつけすぎるとドラッグ効かなくなっちゃう、飲むんですか、うん、ちょっとつけすぎる、それね両方 手でここで伸ばしながらで挟むようにして、こうやって、あ、こうやって、そう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 、あ、なるほど、そうで圧力かけるとパキッと割れちゃうからね、はい、あ、こんな程度でいいですね、そうそうそう、これで、あ、やべ、向き分からなくなっちゃった、あ、大丈夫、向きどっちでもいい。でこれをそのままそうパコッとはめて、そう、はい、次ドライブギアね、これ取れたので今度ドライブギアを今度これをね組んでいきます。こっちが上に、はい、でここの、スリットね、掘られている溝に、これがこうやって入るわけね。でこっちは平べったい方のワッシャーが入りますね。なんで、一応ねここの金属周りのところにも薄くこれを塗っておきます。おね、こっちもね、
あ、そこに塗るんですか。うん、ここにも一応塗ってる。両方ね。あ、やっぱなんかつけすぎた。で、まあ、いい、この時ですね、ここの、ワッシャーね、こっちもかな、こっちもですか。うん、そうそうそう、そこにもそう、ラムね、はい、ここのワッシャーこうやってね、しっかりこうやってはまるようにカーボンワッシャーね、でこれでこうやって組み付けます。こうやってで今のカチャッカチャッ、このラチェット音は、基本的にここのバネ、このバネがこれと干渉して出るようになってますね。ん、これがこうでいいんですよね。そう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 、そういうことですね。であとはもうね、順番ずつどん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 組み込んでいく。でこれを入れる。そうです、ということです。え、ラチェット音ってどこで鳴るんですか。そのままグッと押して回すとカチッカチッってなるでしょ。鳴らない。あ、ラチェット壊れちゃったじゃん。ちょっと見せて。なんかどっちかラチェットがね、調子悪いのがあったんですよ。ラチェット調子悪いっていうか、ラチェットのね、はい、バネがもう折れちゃってる。あ、やっぱそうなんだ。一つ、うん、なんかね、ラチェットの音がね、すっごい小さい方があったんですよ、うんうん。え、どれだったんですか。これここにここにこうやってバネがついてるの、こうやって。あ、それなんだ。そう、これがもうなくなっちゃってる。あ、ここにあったやつが。そう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 、折れちゃってる。折れちゃってる。あ、そうなんすか。いいんじゃない、別になくても。これがあのジーってなるやつ。そう、カチャ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 。ああ。別になくても平気だよ、性能的には。はい、じゃあこれで。はい、次。どん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 カーボンワッシャーとかを今度順番にですね。順番に。でカーボンワッシャー握っちゃった瞬間に終わりますからね。だから本当に向き丁寧に丁寧に思っていくだ、この向きね。でこれに今度、ドラグクリスね、これをこういう感じ、ちょ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 これを今度組むと、ね、次は今度このワッシャーですね。これをね、順番ずつもうパーツクリーナーがねティッシュに染み込んでるんで、そのままでいいです。これをね積み重ねていきます、うん、で今度はこれですね。これで入れると、こんな感じです。重くいいな、覚えてかないかな、うん、覚えて。カーボンワッシャーにこうやってしっかり両面ねグリスをやったら、この金属のプレートの方はねやらなくてもいいですよ。両方ともねグリス結構多めに入れちゃうと本当にドラグ甘くなっちゃうんで。こっちこれですか。うん、こっちにドラググリス、これ鉄板。はい、鉄板、それカーボンワッシャーでしょ。カーボンじゃないですよこれ。カーボンワッシャー先、カーボンワッシャーこれです、もう入れました。その次のやつ、さあそれいいよ、そのまま入れちゃって、このまま入れちゃっていいですか、うんうん、よし。カーボンワッシャーの方にしっかり、グリスを乗っけとけば別にこの鉄板の方はやらなくていいです。でこれは、ポチがね、ポチがついてるんで、このポチがこのポチの溝に合うように組みます。こういう感じね、ここね、こことここ、うん、あ、まだ僕そこまで行ってないです、まさかこんなことやると思わなかったな。ですね、こんな感じね、これをこういう感じでよくなじませるようにして、裏表ね、裏表よくなじませるようにしてですね、でこれをまたペタッと、これをまた汚いやつを取り除く、こんな感じね、これをまたピッと、はい、次ですね、もう順番、あとはもう本当に順番に組み立てていくだけなので、これをまたね、あ、このこっちに合わせて入れるんですね。よし、で入れました。これはさ、え、楽曲してるかな。あ、どっちか分かんなくなった。どっちも大丈夫。なんかマジですか、うん、え、この表裏は関係ないんですか、あんまり。このこれの表裏は関係ない、順番だけ合ってれば。そう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 、あ、本当ですか、
でこれとこれね、これとこれは湾曲してるんで、お互いがマイナス同士になるように、だから例えばこうなっちゃったらダメね。これドラグ圧を与える時の要はバネになってるんですね。だから必ずこうやってやって背中と背中が向くようにしますね。この状態で組みます。これグリス本当薄くしか塗ってないですけどいいんですよね。全然です。グリス厚く塗っちゃったら本当ドラグ効かなくなっちゃう。もう分厚くないですね。ティッシュに染み込んできたら。よし、これがこういう感じ。おお、これもこれバネになってる。ここね、この隙間。でこれが向きあるのね。え？これは向きあるの。ここは向きあるんですか。うんうん、表覚えておこう。表。表っていうかね。薄くこうやってやって盛り上がってるっていうか湾曲してる。湾曲してる。で湾曲してる背中同士がこうやってつかなきゃいけない。これがドラグを締めた時にクッションになる、バネになる。あ、そういうことなんですか。そういうことなの。ああ確かに湾曲してる。でこれが、あ本当だ。これこうです。こういう感じ入れて、こういう感じ。これはグリスいらないですか。いらないだね。いらない、うん。こういう感じに入れて、今度こっち側はこういう感じに。なるほど。あ本当だ。うん。これでこうか、うん、こう向きだ。そう。おお。はい。はい。これも。はい。それも油抜いて。油抜いて。はい。よし。OK。べちゃべちゃ。はい、でこれでそれもはめていって、カポッと。よし。逆。え？こう。あ、こうですか。うん。はい。この状態までいったら、今度ですね、これね、またね、素人が落ちりやすい罠なんですけど、今この状態ね、カップが入ってない状態で、クラッチ切っちゃう人いるんですよ。その瞬間にここが全て破壊されることあります。わかる？言ってみる。はい。クラッチを切った瞬間に、本来はこうやって上から押さえつけてるから、正常なんだけど押さえつけないものがあるとバーンって飛び跳ねちゃうことがある。だから絶対クラッチはいじっちゃダメ、はいね、でこれを今度つけるときにこのシャフト、このシャフトにこれがこうやって入ります。こうやってね、これでこうで、そうで、ピニオンギアがうまくかみない、こういう感じになるわけね。これこうですよね。そうそうそう。でその時に今度ここはここは、オイルです。ここオイル。ああ、そのシャフト自体に。そう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 。オイルをちょっちょっちょ。本当にちょっとでいい。こうやってちょっと。これオイル。で、オイルを塗ったらこれを入れちゃいます。こういう感じね。で、今度は、さっき言ってた板バネストッパー。これをここで。板バネストッパー？うん、板バネストッパー。これ。これをここのギアにうまく噛みながら入れていきます。あ、ここのギアね、うん、がこのギザギザギアにこうやってやって、あ、はいはい、はまった、入った入った、こうやってやってはまるようにして、はい、入った、入りました、入った、 OK。 そしたらあとピニオンギアは入ってる。そっちはピニオンギア入ってます、これ、うん、こうやってピニオンがこういう感じになったわけね、はい、これであとはここから初めてギアグリスを入れます。ここでここの時は回さないようにする、回さないでずっとここをこういう感じに、回すとまたねいろんなところがピンピンと飛び跳ねちゃってするんで、でね一番はここのこれね、こうやって外れちゃうでしょ。外れる、これ。で、
このドラグワッシャーの中にオイルとかギアグリスが絶対入らないようにしてください。ここすっごい重要なんで、ね、だからもう入っちゃったらこうやって拭き取る、こうやって、これすごい重要。なんでなんですか？成分が違うの。だからこっちのギアグリスの方が緩いから、そう、そんなもんでいい。こっちピニオンにね多めに拭いてて、ここのそうそこにジューっと、そう、はい、この状態で OK。 あとは、駆動部分ね、ここがこう押されるんですけど、はい、こういうところの摩擦が起きやすい鉄板と鉄板の擦り合わせのところはオイルで、はいはいはい、こうやってちょっと本当気持ちです、ちょっとこういうところ、はい、あとはないかなって、こういうとちょっと本当にちょっとこういうとってだましだましでですから、この状態でもう蓋しますね、完成。これ完成、うん、これであとはもう蓋します。こうやってこうやってこれで蓋する、蓋しちゃう、これそうこれカーラー入ってるよね。でクラッチがこっち、そうそのまま蓋しちゃう。これピニオンがこれちゃんとはまるのか、こうか、うん、蓋した、そうでちゃんとカパッと入った、こうやって、はい、入った、はい、したらもうこの段階でネジ入れちゃってください、はい、あの蓋止めのネジ、これでもう蓋ネジ止めしちゃえば、あとはね何やっても大丈夫ですから。ここまで来たらもうね、あの 98% ぐらい終わりました。あ、そうなんだ、よかった、はい、ようやく終わりが見えてました。長い戦いでした。結構かかるっすね。ええ、これ喋りながらやってるから。あ、本当ですか。そう、でも喋んなかったら5分ぐらいで終わる。5分ぐらいで終わっちゃう。あ、やっぱりね、はい、5分の作業を約1時間以上かけて丁寧に解説してるん で、この動画かなり神回ですよ。神回、これ神回っすね。神回です、マジで。これはなかなかね、やろうと思ってもこっちはね分解できないですよね。そうキュッとキュッと、はい。で、構造上ですね、こういう感じにこうやって回っていくんですけれども、ここの白いカーラーと金属のここのね接点も摩擦が発生しますんで、ここは、オイル、ギアはグリス、摩擦の部分とかオイルね、これでもう OK。 プラスチックのとこですか。プラスチックのとこ、そう、ちょっと逆、うん、そう、中こっち、ここ中ですか。そう、これが回るでしょ、こうやって、はい、そこの接点に摩擦を、ここ、そう、軽減するように入れてきます。はい、はい、終了です。あとはもう、あとはあれだね、組むだけだね。次は、ドラグノブですね。今度ドラグノブを入れてきます。それね、ネジちゃんと入ってないな、ま、曲がってない、大丈夫、え、向き大丈夫、まっすぐ、あ、俺が、ま、回ってたこれね、斜めに入れちゃうことなんだよね。で、シャフト自体が真鍮なんで、これね、斜め入っちゃう、これね、間違ってね、ネジに新しく切っちゃうことなんで、ほんと気をつけてくださいね。軽い力でシャーってこうやって回れば OK。 ほらほら、さっきのあの不足しちゃってるところが、うんうん、まっすぐ入ってないよ、チカちゃん、曲がってるよ、え、曲がってる、そう、それ OK、 それで OK。 おー、なるほど、でしょ、スルスルスルと今のやつが、はいはいはい、あれあれあれってやってるとネジ切っちゃうの、新しいネジが、そう、その段階でもハンドルつかないからね。うわー、そう、アウトです。これこっち側回っちゃうんですけど、あ、こっち側止めてればいいのか。ここをそのままグッグイグイグイってこうやって入れていくと、ここ出るでしょ。さあ、ここのとこをこうやって押さえながら、こうやって、あ、なるほど、平べったいとこ指で押さえながら、押さえながらね、はい。で、あとこれね、これはこういう向きでですね、こういう少しこう下に向いて、こういう感じ、こういう感じ。これそんなギュッて締め込まなくていいんですか。あ、適当でいいよ、それどっちにしろ手で締まるぐらい。そうで、これはどっち向きですか。下にこうなるよ、こういう感じ、こう、そうこういう感じ、膨らんでる方が下に、下、そう、はい。で、あとハンドル、あ、じゃ逆、ん、膨らんでる方が上、こう、あ、そこ向きですか。膨らんでるのが上だ、はい、そう、こういう感じね、こういう感じ、こういう感じ、で、あとはハンドルつけて、
最後の難関、待ってください、これ綺麗にしよう、うん、本当に最後の難関が来ました。いよいよここが最大の山場です。だいたいここまで来て失敗することが多いです。ここで失敗？そうです。それはなぜかというと E クリップです。これ大丈夫ですかね。大丈夫だよ、大丈夫大丈夫先生。入れます。でここの C ワッシャーをこれ入れるんだけど、これね、これが最大の難関です。これこのままパチッといきたいんだけど、だいたいねパチッといけないんです。で結局これプライヤーを使って入れてきます。ここで角度が間違った瞬間にパチッと、ほら、こういうこと飛んでしょ、ほらこういうことだ。これなんですよ。これでだいたい最後の最後にして終わります。で目が見えないからやりたくないんだよ、そういうの。本当に見えないんだよ。入った、入りました。おお、そういうことか。一発 OK です。一発 OK。 ここまでできちゃえばもう終わりです。 C ワッシャーはね必ず下に向けてね、下に向けてやるといいですね。これで下に、 C ワッシャーを下に向けるこうやって、こう下に M 合わせる。これ上でしょ、上にやって圧かけると必ず、だからこういう感じ、こういう感じ、こう向きっすか。そうで下から上にパチンとやれば、そう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 、気をつけてよ。おお、入った、入った、一発入った、 OK 終了です。そしたらあとはこの六角ナットね、ハンドルのナットを締めて、でここギューってやるとまた、センターシャフトね終わりますから、軽くでいいです。とりあえずでリテーナーを当てて、リテーナー当ててここのネジが合ってれば OK なんで、これで最後、ネジをお締めになりますね。ちょびっと締め込んだ方がいいですか。そうギューってやると、はい、あのどっちかのネジ山が飛びます。そこでまた、発生します、修理代が。でそうリテーナー使ってこれでこういう感じね、リテーナーね入れてこれでハンドルが OK。 あとはお合ってるね、違うな、完璧 OK。 そうあとはですね、自分の、手についた油で、基本的に、ね、リールはね油っこくなっちゃってるんで、油を拭き取ってあげます。で、最後にですね一発、入れなきゃいけないオイルポイントがあります。これはここです。この穴の一番突き当たりにシュッと必ず入れといてください。突き当たりね、いや、んでどこですか。突き当たり、これを突き当たりまで行ってここでチュッ、 OK、 これでいいですか。うん、それで OK。 であとはもうスプールはめるだけで、ブレーキカーラーが 1,2,3,4 1,2,3 個、だから3個、これね、こっち側もね、あるんですよ。こっちは全部ない、ね、でもとってこっちあるんだもん、これいいんじゃない。あれこれどっちがどっちか分かんないね。まあいいね、どっちでもどっちもいいです、ね、はい、とりあえずじゃあこれに、まずですね、じゃあまずスプールを組みます。今度これね、であとあれだ、こっち側にもここの穴、ここにもチュッて、ここにも軽く一振りチュッ、オイルね、オイル、そうグリスじゃなくてオイル、でこれ真ん中のとこですか。そう、真ん中のとこチュッ、こういう感じですね、はい。で、これを今度組むときにここに遠心のカーラーを入れていきます。これね、おこれ、うん、で遠心のカーラーを入れてる最中にスプールを回すと、遠心のカーラーぶっ飛びますから、これね、そっとねスプール回さないように
こういう感じ。いいよ、1個なくたって大丈夫だよ。1個2個だ。で、あとはこの蓋をね、するだけ。ね、これを入れます。こういう感じですね。で、これで蓋をします。蓋をする。クラッチの位置が違います。向きはどうだ？クラッチがここですね。こうだ。こうですね。これがね、違います。こうです。この辺か。こういう感じです。ここが、あ、ここだ。こっちが下がってない。あ、ここだ。そうです。そしたらもうそーっと回さないで、そーっとすぐね閉めちゃう。こうやって、終了です。このカリカリって音はさっきの、あの僕が追っかけちゃったところから鳴ってるんですか？それまた別、これはこっち側のカップになってる。また別なんだ。別、今シャリシャリ言ってますけど、これね、フレーム擦ってんだ。あ、こっち側、ここも緩いんだ。ああ、いい感じですね。うん、ん、ん、大変動かない。ん、俺のここに来て、なんで、何がおかしかったんだ。あ、これ閉まりすぎちゃった。要はメカニカルブレーキが閉まりすぎちゃってる。なんで閉まりすぎちゃったんだろう。自分で閉めちゃってる、組み付けた時。うん、大丈夫。おお。で、こっちをね、こっちを締めっぱにして、結構パツパツに締めちゃってです。おかしいっす。これ。これ。ほら。なんでこのまま締める？ほら。あ、いいんだよ、別に全然問題ない、それは。ほら。スプールが重いから。これは単純にピニオンギアがこっち側から押さえつけて回してるんだけど、スプールが重いから回っちゃうときにピニオンギアがカツカツカツって空回りする、できてんの。そうなんですか。そう、これの、今までもそうだったのかな。そう今前はあれかな、回らなすぎて分かんなかったのかな。いや、っていうかね、今みたいにそういうことやってないの。そういう動作をしてないだけ。あ、そうなんですか。そう、これはよくね、これもね、不良なんじゃないですかっていうね、あのお客さんからの問い合わせがあるんで説明しておきます。今完全に今不良だと思うでしょ。これはここにシャフトが入ってるでしょ、ここ棒、はいはい、これとこの棒が、ここの溝が合うようになってるわけ、でこれってもともとバネで押されてるの、こうやって、でしかもこう斜めにカットされてるの分かります、ここ。だからピンが結局滑り台のように外れるようにできてるの、これ。おお、なるほど。ここね、はい、ここに結局ここのマイナスのこのシャフトピンが挟まって、これが結局ここで抜けた時の音、だから全然問題ない。問題ないんですか。問題ないの。そういうふうにできてるの、理由の構造上。これね、ジガーなんかも全部同じなんですよ。なので特にね、問題はないです。これね、とりあえずですね、オーバーホール作業終了です。終了ですか。終了です。これでほぼですね、いい状態に。これはね、こっちが閉めちゃった方がいい。全部どこですか。こっち側は全部目いっぱい閉めちゃった方がいい。あ、そうなんですか。ここ閉めてこっち側で調節する。これもいじんない方がいい。閉めて、いじんない方がいいですか。こっち側だけで調節する、周りを。んー、おお。こういうもんなんだ。そういうもんなんだ。でましてやレッドカー巻いてあるから重いから、ね、そう余計回っちゃうんだ。そう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 。
であとはこうやって回した時にハンドルのガタがないかなとかいろいろ確認しながらでハンドルが結構こうグラグラするようだったらもう少し締めなきゃダメなんで、うん、こういうのは自分でチェックしてくださいね、うん、こうやってね。はい、ということで終了です。終了、あ、ありがとうございます。お疲れ様でした。お疲れ様でした、ね、でこれを、あとはですね汚い油を全部削ぎ落としてですねこんな感じになったわけですね。はい、ということで皆さん、長い間お疲れ様でした。お疲れ様でした。ということでですね、2台ですね、終わりました、うん、いかがでしょうか。ベイトリールの構造、基本構造はね基本的に一緒です。リールはね全部、ただあとは、細かいパーツね、ベアリングが入ってたりとか部品点数が多いものもあるので、まあ基本的にはメーカーにね、オーバーホールは出した方がいいと思います。ただこの辺のリールは、構造が簡単なので自分でやろうと思えばやれますんでね。はい、ということでまた次回の動画でお会いしましょう。チャンネル登録よろしくお願いします。サブチャンネルでした。ピッ。